はい、どうもナナトです。今日もねガチマッチやっていきたいと思いますって言いたいところなんだけど、まずね今日はね最初にリクエストにあった寿司コラのエイム練習方法を、ナナトがやっているエイム練習方法を最初に紹介していきたいと思います。それでは試し打ちを取る。はい、主にね、ナートがやってるエイム練習方法は3つあるんですけど、まあ、寿司コラ限定ね、このエイム練習。まあ、シューターだったらまあ何でもいいと思う。寿司コラの方が多分いいと思う。寿司コラ使いたい。まずは、1つ目は、とりあえず潜って撃つ、潜って撃つ、潜って撃つ、潜って撃つ。これを繰り返すだけ。本当にこれだけ。こんな感じで潜って撃つ。とりあえずね、速さよりも正確が重要かな。速くやって当たんなかったら意味ない。とりあえず慣れてきたら速くやってもいいと思う。これぐらいで7とでもこんな速くやったら全然当たんないから。こういう感じで、ショーラーをとにかく当てる。こうやったよね。で、二つ目が、こんな感じ。あ、今のちょっと違う。こういう感じ。バルーンを一個やったら、こう、すぐ合わせる。もう一個のバルーン。こんな感じね。こういう感じ。こんな感じ。これね、これ割と3発で倒す癖ついちゃってるから、ここら辺とか3、このね3発ってやめちゃうことが多いけど、まあこんな感じの練習をしています。で、こう少しやったらこう真後ろとかね、真後ろ大事だから。で、2つ目はこんな感じかな。で、もう一個はね、スパショの練習です。いや、意外にね、スパショの練習してる人が少ないわけですよ。スパショの練習やってる人少ないわけですよ。設定を。ナートがいつもやってるスパショの練習は、まあ、どこでもいいんだけど、まず一発目は当てる。あ、今外した。外したけど、まず一発目当てて、次ドラッグで当てるんだよね。こんな感じ。で、一回、スパショ食べます。で、スパショが溜まったら、こう、まずこうやって当てて、こういう感じで、ね、ドラッグで当てて、こんな感じのエブリションをしている。なんかね、ってことでね、ガチマッチやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。塩のめゆでんですね。よし。塩の目ゆでは初動勝っていきたいところではある。敵チャーなし。さあ、スピードが命だ。味方と一緒に。スピードが命だから。で、正面は抑えた。正面は抑えた。寿司死んだ。うえー、ナイスかー、ナイス読者。ナイス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 。やって、寿司もやって、もう一発お見舞いして、あ、クソ、ボムで死んだ。まあだいぶ時間稼いだから OK でしょ。しかし若葉がバリア溜まってんで打開ワンチャンされるな。さあ、味方が若葉のバリアにやられなければ打開はされないがどうだ。お、味方がなんとか持ちこたえてようだ。
これは勝ったんじゃないか。一人で行こう。もう一人でやれるかもしれない。黒がいいな。よし、OK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 。いいんじゃない?塩飲め、ええんじゃない ?OK、ナイス。いいね、試し打ちした甲斐あった。試し打ち講座した甲斐あったわ、これは。はい、ナイス。4-1ってことだね。それでは次の試合やっていこう。はい、マッチいたしました。金メダル美術館とガチェーです。よし、次も勝っていくぞ。よし、オーケー。こっちにチャーで、次がチャンス。2枚やった、2枚やった。とりあえず2枚やったんで、でかいです。しかし、こっちも2落ちしてます。だから、あんま関係ない。均衡してる状態なだけで。バケット、あ、もうだけ。やったやった。塗って、エリア塗って、これ左。左から来たら、切ったんや、左。待って。うわぁ、でもゴリアンだ。うわぁ、くそ!左2枚取られたな。あれきついな、結構。あれ結構きついな。あれやられたら。しかし、とりあえず5、2枚打ち取ったんで、エリアを塗って、やって、とりあえずやったんで、バレルはバレルやれねえな。まあ寿司やったからオッケーっしょ。やべ、バレルでもたまったな。バレルたまったと。で、ここエリア維持したいけど、エリア維持、エリア維持、エリア維持で勝てる、エリア維持で勝てる、ここエリア維持で勝てる。よし、オッケー、いいんじゃない。いいね。なんか今回の今日ノックアウト多いな。今日ノックアウトで終わることが多いですね。多いですね。ノックアウトで終わることが多いですね。6-3ということで、次の試合やっていこう。はい、マッチングいたしました。塩野のユダね。よし。ノックアウト、ノックアウトできてるんだよね。ここはね。この試合もノックアウトしていった。ラピがいるなぁ、ラピ。このステージのラピ、クソ強いんだよな。ラピアやると、ロンタムもやると。チャーがそこにいると。ああ、やられそうになると。やられないと。ゴーニをやると、空中でやっていくと。うふう!ラピがバリア溜まると、逃げると、うわぁ!ラピにやられた!ラピじゃなかった!ロンタム!さあ、どうするここ。ここどうしちゃう?一回に落ちしたな。エリア塗りたいな。エリア塗ると、ダイオ吐かれると。これは味方の大王か、敵がどこにいるかわからない。下に一人いるな。なんか一枚やったぞ。これはさ、これはここにいよ。ラピをやる。ゴーニア打ち、うふう。楽しい、スプラトゥーン楽しすぎだろ。このゲームマジ神ゲーだわ。神ゲーすぎワロチ。これエリア塗れば勝ち、エリア塗れば。はい、勝ち。はい、ノックアウト。はい、ノックアウト。
いやー、スプラトゥーン楽しすぎる。このゲーム本当に楽しいわ。いいっすね。はい、6キル2です。ってことで次の試合もう1試合やっていこう。はい、マッチングいたしました。また塩の目ゆでってことだ。またノックアウトで勝っていきたいと思います。よし、またラピーがいるな。ダイナモコイルノックとで強い。うわ、相打ちかー。マジか、相打ち。直撃か、直撃取られた。それはしょうがない、それはしょうがないとして、いいゾンビだった。あれはチャージャーか。ノバもやっていく、ヌバジャンやっていく。うわ、クソ、ラーピ強い。2発で死んだよ、2発で。やっぱラーピの時は ああいう甘いとこに潜伏はあんまりよろしくないんで、南にチャージャーがいると。チャージャーが降りると、ここに潜伏すると、ここに潜伏するの、はい、味方がやってくれるの、ここに潜伏するの、人数有利だから濡れるでしょう。やっていくの、チャーガーがそこにいるの、ノバやるの、チャーに抜かれるの。いいね、いいね、またまたの感じですか、これは。やばい、塩の目油田の勝率やばいんだけどね。ほとんど負けてないわ。やばすぎ。はい、ナイスー。やば。やばば。やばい、今日の動画全部ノックアウトだ。いやー、今日の試合全部ノックアウトで気持ちよすぎるわ。気持ちよすぎる。ってことでね、皆さんもね、とりあえず最初にやった試し打ちができれば、まあ、いい感じだと思いますよ、本当に。ということでね、今日はね、これで終わりに したいと思います。みんな7頭がやってる試し打ち、やってみてください。それでは、これで終わりにしたいと思います。それでは、じゃあね、バイバイ。7頭でした。バイバイ。